Unbelievable. Unbelievable. 本当にお世話になります。もうお世話になっております。一番辛い。日本式にほうれん草を徹底さ知ってる？ほうれん草って。いやあれですよ。食べる。あれでしょ。それね。報告と連絡と相談。でほうれん草って昭和の。日本の証券会社に対してはレポートを書くと発表する前には大体10ステージがあったんですけど、係長とか副部長とかこの感じで大丈夫かっていうことに対しては何のためにやってるかっていう存在感はちょっと何でもチャッチ GPT でやってくれる、はい、これは大きな間違いなの。通訳もうまくできるから英語は勉強しなくていいよ。これは大ダメなの。大ダメ。いろいろダイバーシティなことであって経済産業省の命令ということではありません、うん、これは社長のパッション来いチャンスあるよってダーンってやった場合、はい、すごいアイランドが日本にできる可能性はあるなと思って。はい、こんにちは、ピボットの竹下です。番組黒船始まります。この番組はですね、日本に住む外国人のコメンテーターの方やさまざまなプロフェッショナルの方に厳しい日本への意見を聞きながらどうすれば日本経済が良くなるのかっていうのを考える番組です。まさにペリー来航から170年、天下太平の眠りを覚ますような議論を期待したいと思います。黒船たち3人ご紹介します。まず国際ジャーナリスト、そしてミュージシャン、 DJ としても活躍するモーリー・ロバートソンさんです。よろしくお願いします。はい、お二人目、エコノミストのイエスパーコールさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして3人目、インド系アメリカ人で7年間独学で日本語を勉強し現在日本で働いているアナンヤさんです。よろしくお願いします。はい、前回は本当ちょっと盛り上がりすぎましたので今日はワンテーマでいきたいと思います。特に働き方ですね、本当に関心があるテーマだと思います。まずちょっと VTR ちょっとピボット取材してきましたのでこちらをご覧ください。なんか日本の働き方とその中国の働き方の違いって何か。中国ではやはり個人プレーが主流というか多くなり、一人の責任になりますし、何かあった時、体調を崩した時は休みにくいということがありまして、で逆に日本の場合はチームプレーがすごく多くてチームワークを重視 でみんなで効率的仕事の内容として何か分けてて、で一緒に動いて、で何かあった時はお互いフォローできるようになってて、リスクマネジメントとかの点に関してはすごく重要かなって思ってます。社長とか部長とかなんかすごいな、辛い上下関係。そうそう、フランスも私は銀行仕事やってての、やっぱり友達ないけどもうすごい楽レレーションの全然大丈夫。日本の方がそのボスとかに対してそうなんか辛そう、なんかいろいろ話してても帰れないし、もうボスまだ帰れないで仕事終わったけどまた待つしないといけない。フランスはもう仕事終わったら終わる。日本企業で働くっていうことで、はい、なんか自分の国と違うなみたいなこととかってあったりしますか。はい、働きやすい国ではあります。全体として動く、会社として動くみたいなところが大きく、意思決定をした上でトップダウンで動く会社みたいなのが日本は非常に多いなっていうふうに思っているんですが、自分の国でいうと結構個人の意思がかなり強く業務に現れたりとか仕事に現れるみたいなところがあったりするので、日本はその一つの会社として同じ動きをする、全員が同じ動きをするっていうところで差分が、業務の差分が出ないっていうところはやっぱり働きやすい部分かなっていうふうに思います。他人と一緒にやるっていうこのチームワークのなさは違うかなっていうふうに思います。日本の方がそうですね、なんか、やっぱり思いやりとかも他人の助けたりとかするところもやっぱりあっちはちょっと仕事面に関しては他人を見放すところがあるかなっていうふうに住んでて働いて思いました。はい、ということで本当にさまざまな意見出ましたけど、まとめると、この個人プレー対チームプレー、この論点が多かったかなと思います。このことに関してちょっと皆さんの意見を聞いていきたいと思います。どうですかね、今 VTR も含めてその個人対組織、森さんいかがですか。どっちにも強み、兼弱みがあるなという、あと日本の中でも会社によりきりですね、会社が勢いがあって体力があって、あるいは成熟したりするといろんな状況に対応がうまくできているんですけれども、そこが
が浅い会社だと、他の日本の会社でうまくいってることがなんでここでうまくいかないのかっていうちぐはぐさはあったりするので、日本だからっていう分類がちょっとしにくい。確かにそうですね。というのはちょっとありますね。うん、私個人としては日本の会社と長く付き合ってきた仕事をしてきたということがあって、日本式にほうれん草を徹底さ知ってる、ほうれん草って。いやあれですよ、食べる。あれでしょ。それね、それね、アナグラムで報告と連絡と相談。でほうれん草って昭和の会社の言葉、はい、私はほうれん草をおろそかにしていたので、いろんな先輩から叱られて、はい、メールでやり取りをしている中でも気分が悪いですとかってピシャッと女性 の, 相談相手に言われたりして、鍛えられたので謝ることも多かった分だけ勉強した、はい、だから私は日本化しましたね。アメリカでほうれん草しないんですか。ほないな、私が今まで付き合いを持った人たちの間ではすぐにありがとうございましたってすぐにメールが自動だったらあるけど、どうアメリカでそんなにやる？いやどうですか、なんだろう、私前アマゾンで働いてたんですけど、その時なんかそんなになんか、まあ、とりあえず伝えたいことを伝えればいい、まあ、その上下関係がそこまで厳しくないっていうか、もうなんかメールの上に挨拶で Hello ma'am とかそういうのしっかり入ってないと、いや失礼でしょ。アマゾンは大丈夫なんなくても、あ、ないです。まあ、別に同僚ですよ。私は誰に対しても日頃よりお世話になっておりますって、はい、もう完全に日本化してますよ、ね、それちょっと未だに一番慣れないことです。ああそうなんだ、本当にお世話になります、もうお世話になっております。そもそもお世話っていう言葉が英語でないかも。だから最後に挨拶は敬語みたいにベストリガーズとか、ベストでいいってなってる、あとサンキューフォーリアディングとリーディングとかはあるから、そこは日本と締めくくりは同じなんですけど、うん、日本の場合はまず最初に口上があるんですよ。イエスパーさんどうですか。そういうやっぱりその形のことであって、うん、日本のもちろんご丁寧とかなんかいろいろあって、でもやっぱり失敗が起こると、うん、どうやって相談するかということに対しては、これは逆にアメリカの制度は成果主義だから、ね、そして自己責任があるから、やっぱり失敗した後にはすぐやっぱりご報告ということに必ずやらないといけないということであるわけなんですよ、うん、そうしないとクビなんですよ。だって失敗は当然なんですよ、人間だから。でもその失敗は、あ、明日でいいよ、明後日でもいいよということにご報告、それはやっぱり先延ばすということであって、逆に私の目からも言って、日本の会社その社内文化の悪いところでやると、失敗とか何か問題が起こった後にはどうやって報告するのは、先延ばす先延ばす先延ばすということに、その可能性は高いんじゃないですか。ああ、それ面白いです。失敗した時の報告というのはまた面白い点ですね。だからほら、なんとかうまくいくとノープロブラム、うん、だってみんな成果するからみんなハッピーということでやって、まあ でも本当のその構造的な強さ、本当に私たちのチームは強いチームであると、何回失敗した後にはどうやって反応するか、これはやっぱり最高のことであって、そして例えば日本の東芝の実験があったでしょ、はい、5、6年前なんですけども、はい、オリンポス の,、うん、実験もあったわけなんですけど、ね、うん、だからこれはなぜ起こるかということに対しては、実行があった後には先延ばして隠して、そういうような構造であって、日本経済日本企業に対しては良くない。なるほど、まあ、普段ほうれん草って言われてるのに、何かあったらもう隠そうとか上司から隠しとこうっていうふうになっちゃうってことです。アナリさんどう感じますか、そういった違いっていうの。いや、やっぱりもう前の上司に言われてたことなんですけど、うん、Get permission later, ask for forgiveness later みたいな、あ、それ日本語で言うと、許しをこうのは後にして、まずは最初に連絡。なるほど、うん、もうとりあえず悪いニュースでも連絡、行動を一番優先することで、もう失敗しても別に後で報告すればいいから、別にその時もう許してくださいみたいな感じでいいから、今はもう別に気にしなくていいっていうこと。モーリーさんどうですか、やっぱこれ失敗っていう切り口があるとまた変わってきますよね。ですね、うん、例えば私がまあ90年代にですね、JWEB という当時とっても売れていたラジオステーションで今もね人気ですけどね、はい、今はもぬけの殻そうですか、六本木にちゃんとありますけど、はい、その JWEB がね、はい、一番飛ぶ鳥を落とす勢いだった頃、私をヘッドハントした編成部長の方がいたんですけど、その人は放送畑の長いちょっと高齢の部長だったのね、うん、だけど新しくできたばっかりの会社だったから、はい、文化放送とかいろいろ渡り歩いてきた人だったんだけど、だから古い放送業界の体質も知ってるけれども、新しくやろうっていうお金もあったし、うん、でその時にね、もうどんどんやりなさいと、うん、で僕の胸を借りるみたいな感じ、もう腹くくったから。なるほど、で本当に結構ワイルドなことを番組の中でやったんですけど、うん、うまくいってヒットしました。で問題も相当に起こしました。
ました、うん、だけど大成功した時期があった、うん、ところがバブル崩壊して投資環境が冷え込むと人事変わってその方が上ではなくなり次に来た人は大丈夫なのかっていうようになった、うん、で全部ちょ面白くなくなるっていう、なるほど、うん、シュリンクしていった、うん、JP モーガン の、はい、あの東京 の、 その調査部長にやった時にはですね、じゃあどうやって野村、ね、とかあの大和証券とかどこに違うかということに対してはですね、アメリカの組織であるとじゃあアナリストじゃないですか、じゃあ自動車のアナリスト例えばね、レポートを書くともうレポート書くと確認しますと発表するお客さんに回すということであって、うん、逆に日本の証券会社に対してはレポートを書くとその発表する前にはだいたい10ステージがあったんですけど、係長とか副部長とか全部読まされてこれ大丈夫かということに対してこの感じで大丈夫かということに対してはね、その細かすぎて、だからこれはね遅くて、そして本当にじゃあ何のためにやってるかという存在感はちょっととまだあるのっていうことに対してはちょっとクエスチョンマークなんですけどね。なるほど、うん、イエスパーさん日本やいになんなかったですか。いやいや、もう本当にでもこれは違うよ、はい、だって日本の社内文化はいろいろな面で不効率なところがあるから、だからチャンスなんですよ。ああ、なるほど。不効率なところはないと、はい、だって来る船が入れないじゃないですか。何もオフはできないわけなんですよ。悪い人ですね。いやいや、悪い人伸びしろがある。これは違うよ、はい、じゃあアナリストはなぜ偉い野村証券とか大和証券からなぜ外資系にやっぱりあの行くかということに対してはですね、まあ、お金はお金なんですけれども、でも本当に大切なことは自由に動けるわけなんですよ。なるほど、やっぱり先輩いないから独立性で、スターシステムは日本の会社はもうあの VTR でみんな言ったんですけれども、スターシステムはないわけなんでしょ、うん、もうグループでお互い一緒渡れば怖くはない、うん、だから渡らないということもよくあるんじゃないですか。なるほど、うん、あの日本のことわざでですね、はい、赤信号をみんなで渡れば怖くないっていう言い方がちょっとこれは北野武さんが言った言葉です。これは実はご存知ね、世界では有名、ドイツ人と日本人はやっぱり世の中には誰も飲んでも車がなくて必ず赤信号では止まるんですよ。インド人とかアメリカ人は It's free ということで絶対歩くわけなんです。あ、俺ドイツ住みやすいかも。だからこれはすごくいいアナロジーなんですけれども、やっぱりそうだ、ビジネスの中にはですね、やっぱり本当にルールを守って、じゃあ赤信号だから絶対渡らないということでやって、でもたまにリスクを取らないといけないわけなんですよ、うん、たまに赤であるとやっぱり歩かないといけないということでやるわけなんですけどですね、うん、だからその革新的な、なるほど、革新的なイノベーションはやっぱり日本の企業ではほとんどやっぱり非常に難しいわけなんですよ。なるほど、改善的なことはグループだからやっぱり起こってるわけなんですけど、でも革新的なことは難しい、うん、だから日本のそういうその IT の世界、あの、まあ、インフォメーションテクノロジー全体です。で OSないよね。つまりそういうあの基幹ソフトを、はい、あの開発するっていうのはやっぱり荒っぽいことになるんですよ。なるほど。ところが日本式のマニュファクチャー、まあ、ソニーにしろ東芝にしろは、いやでもこんな新しい機能を増やしてこの先我々が管理できないじゃないかとか、うん、外から来た人が間違った使い方したら私たちの責任になるんだぞみたいになって、安心してライセンス料を払って Windows をインストールするみたいに、まあ、なったいきさつあると思うんですよね、はい、だからやっぱりそのおっしゃったちょっとしたあの戦略的な、ただあの目をつぶって飛ぶんじゃなく、ここはリスクをテイクした方がいいと上も決めて、じゃあ頑張ろうって言って傷つくけど、あの成果も得る。なるほど、うん、ここのボタンの掛け違いはちょっと30年分日本はあったと思います。そうですね、なんかその辺どうかというか、イエスパーさんに聞きたいんですが、あの起業家ともお付き合いあるじゃないですか、まあ、最近イーロン・マスクの伝記がで話題になってるんですけど、やっぱり読むと、まあ、クレイジーなんですよね。だからああいうクレイジーな人が必要なのか、あるいは日本からは出てきてるかどうですか。日本にクレイジーな人はたくさんいるよ。いますか、はい、そうだよ、うん、だって柳井さんもクレイジーじゃないですか。そうですね、はい、もちろん正義孫、すごくクレイジーなんですけれども、はい、でもやっぱりそのあちこち の、 あの会社の中にはクレイジーな人がいるわけなんですけどですね。だからその構造的には、いや日本日本は革新できないということは実は僕はと思ってないわけなんですけれどもですね。でもやっぱりそのプラスアルファにはですね、もうちょっとそのじゃあリスクを取ると本当に革新的なやってみようという方にちょっと雨
を出さないといけないということであるわけなんですけどですね。あんまり起業家をリワードするというかちゃんと報酬を与えたりとか、まあ、社会的に ただの害虫の扱いを受けてない、うん、特にグッドアイデアを持っている人が本来は一番取り分が多くてもいいのに、うん、日本だと序列下だったりするんですよ、まあ、変な人みたいにどうぞ。いやでも僕はね ある、はい、すごく有名な経営者にすごくお金持ちなんですけれども、日本の方ですか。そうそう日本の方なんですけど、はいはい、なんで日本にはそんな、ね、その経営者はそんなに少ないということであって、いや日本の社会はジャラシー、やっぱりジャラシーなんかうまくいくと、ね、嫉妬ですね、嫉妬、やっぱりクレイジーなことはみんな許すんですけれども、でもなんかうまくいくと本当に儲かるとやっぱりもう悪いことしてたんじゃないのということをやっぱりみんな考え始まるわけなんですけどですね、うん、だからやっぱりちょっと私はいつも言うんですけど、日本はちょっとですね負け組天国と逆にですね勝ち組地獄、勝ち組地獄な、勝ってると本当にうまくいってると本当によし、アメリカはセレブレイトサクセス、うん、日本はセレブレイトサクセスはほとんどしないでしょう。アメリカの場合前提として日本は格差があんまり意識されてないと、それ実数で見ると多分ちっちゃいと思うんですけど、アメリカに来るとアメリカの場合ボロ切れから、金持ちへっていう言葉が Rags to Riches っていう言葉があって、つまり本当にどん底で例えばハイチから移民して本当に何もない状態で底辺で働いている人がズーンと行くっていうことがあって、それが夢でもあるんです。なるほど。一つは言わないといけないことがあるんですけれども、やっぱりご存知だと思いますけれども、上場企業のその業績今6割以上やっぱり海外なんですね。輸出もやったりとか、はい、でもほぼほぼ現地生産なんですけど、 そうですね、そして面白いことであると日本のその社内文化であってね、やっぱりその生産性が一番、世界では生産性が一番高い工場が日本日本の工場、現地アメリカであると。なるほど、うん、やっぱりそのマネジメントシステムとしてはですね、はい、実はまあ日本では日本の構造をやってるわけなんですけど、でも海外に行くとハイブリッドなんですよ。これはすごく面白くて、だからその私は言いたいのは、マネジメントはまあサラリーマンの CEO は日本はダメじゃないか、イーロン・マスクスーパースターの方がいいじゃないかということでは、これもやっぱり実はそうではありません。本当にその日本のその社内文化は非常にアダプタブル、やっぱり中国に工場やったりとか、アメリカで工場やったりとか、フランスで工場やったりとか、もう一番いいやっぱり制度をアダプト、できるわけなんですよ。だから実はやっぱり日本の企業はすごい応援しますよ。そして私のその外国の労働者に対しては、特に若い人たちに対してはですね、どうぞ日本に来て、やっぱり最初の5、6、7年間では日本でやって、その後は同じ会社あるいは別の日本の会社はやっぱりアメリカに行ったりとか、なんかすごいチャンスだと思いますよ。なるほど、面白いです。日本企業って結構海外の M&A も進んでるじゃないですか。Unbelievable。ただ某国ドイツより全然やっぱりよくうまくやってるんですよ。そこのハイブリッド型がもしかしたら勝ち筋かもしれないですよね。そうですよ、そうですよ。と逆に日本人の若手に対しては、じゃあどうぞアメリカに行ったりとか、フランスに行ったりとか、ドイツに行ったり、ちょっとはそこの文化とか社内とか、やっぱその社会的な文化とか哲学を並んで、そしてまたやっぱり日本の現地生産の工場やったりとか、そういうようなカリアパースはすごくいいと思います。面白いですね。つまりハイブリッドな空間に放り込まれると、うん、とにかくここで順応しなきゃダメってなった時に、日本の隠れ資産というか日本式のやり方には実はいっぱいアセットがあったってことだと思うんですよ。なるほど、うん、ところが問題は日本の国内にいる人たちがハイブリッド経験をせず、均質で純粋 で、 そうです、ね、つまり日本人は複眼になると強い、うん、ところがなのに、そのポテンシャルを日本社会がみんなを複眼というよりも単眼っていうんですかね、一つの価値観で揃えちゃうから、しかもそれで成り立っちゃう社会なんで、そこかな。だから日本の状況、別に日本人がそれを選んだという責任論ではないんですけれども、日本はもったいないことになっているということだと思うんですね。確かに複眼だと日本じゃ強いと面白いんですけど、アナヤンさんどうですか、日本の会社にも働いてるじゃないですか。そうですね。そういったポテンシャルで感じますか。はい、私の会社はまあ10人しかいないんですけど、その中でまあ半々ぐらい外国人と日本人ですけど、うん、その中でも LGBTQ の方だったりとか、もう違う国のイギリスだったりアメリカだったりとか、そういうなんかすごい多様性のある中で、結構
構まあ意見ぶつかったりするし、それ逆にすごいいいと思ってて、うん、そこですごい ポテンシャルを感じるっていうか、なんかこれをどう考えるか、こうどう進むかっていう、日本の若者に対してどう思ってるか、これからどう成長するかっていう話を結構常にやってて、まあ、やっぱりそこのマネージメントも含めて、そう、その日本の一応日本の企業としてどう進めていくかっていうところで、すごいなんか会話が多いですね。なるほど。そういった環境にいると、はい、日本企業とか日本の人って強み発揮できますか？一部一部サムタイムなんか本当にケースバイケースだと思います、うん、もう全部違う。でもこれは面白くて、はい、これは例えば 5,6 年前にはそういう話は絶対できなかった、うん、今だん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 人手不足があるからできるようになったんですけど、うん、そしてもう一つは、一つの例が申し上げたいんですけれども、はい、もともと JP モーガンであってね、うん、JP モーガンはほら世界のエリートじゃないですか、うん、ね、エリートですね。だからもうリクルーティングはですね、はい、やっぱり新しい人材は全部ハーバードとかスタンフォードとか、うん、MIT のそのトップの大学があってね、ある日にはだいたい11年前にはですね、ジェイミー・ダイモンド、あのそのね、スーパースターの、はい、あの JP モーガン の、ね、あの CEO なんですけれども、彼の命令ではアイビーリーグ、ハーバードとかスタンフォードとか MIT とかプリンストンの方からもうできなくなっちゃったんですよ、はあ、別のところに行ってください。そしてみんなやっぱり部長、うん、はい、部長みんな怒ってたんですよ。 Oh my God、 どこに行くべきかということに対しては、でもいろいろ調べてみて調べてみて、やっぱりそういうような構造になってから、ちょっとその社内文化をちょっとブレイクしまして、そして別の人たちでやっぱりあのハイアしまして、面白い、実はすっごく面白かった。面白いですね。あのね本当にちょっとそれに一言お願いします。あのボーイズクラブ、あ、これが30年前のアメリカだったら、うん、やっぱりさとか40年前のアメリカ、80年代だったら本当に何もかもテレビもそう、うん、会社もそう、政治もそうですね、本当にボーイズクラブ、うん、ホワイトマンズクラブだったのね、うん、はい、ところがアメリカはまあいろいろ、まあ国民のその大統領選の投票とか国民の意思もあったりして、いやおなく変わり、今デモグラフィーも変わって、うん、確かアメリカの都市、大きな都市で生まれている赤ちゃんは両親とも白人の人がマイノリティになっちゃって、うん、2040年には両親とも白人の人の人口が 50% を下回る。つまりダイバーシティを強制的に、なるほど、ストラクチュラルダイバーシティなので、白人がマイノリティになるってことですね、うん、そうね、はい、あの白人というグループの意味がすごく、まあ、あのプライマリーじゃなくなるってこと。なるほど、なるほど。つまりそのダイバーシティの力をドーンと今から発揮している、うん、そして日本はダイバーシティを遠くから心配そうに、そんなことすると社会が壊れるんじゃないですかって見ている感じ、うん、だからまだまだボーイズクラブなんですよ。そうですね、あ、それは女性も含めて知らない間にボーイズクラブのバイアスをみんな引き継いでしまっている。これは日本をあのリミットさせていると思いますね。いや、これぜひ話したいんですけど、どう思いますか、ダイバーシティ、うん、はい、ごめんなさい、はい、そのダイバーシティに行く前なんですけれども、はい、やっぱりキーポイントは、うん、ほら、魚は頭から腐るでしょ、はい、言いたいのは、うん、CEO 最終責任者は日本の会社はいるんでしょ、うん、まあ、いろいろやっぱりね、義理とかなんかがあって、うん、でもなんとか変わりたいんであると変えるわけなんですよ、うん、だからそういうようなカリスマ、そういうようなカリスマであって、だから JP モーガンのジェイミー・ダイモンドは、うん、よし、アイビーリーグのオールドボーイズクラブをやっぱり爆弾的買いました、ね、やろうということになって、うん、解体したんだ。これはやっぱり天才なんですよ。すごい、これは天才なんですよ。だからそのダイバーシティのことに対してね、もちろん男女のことであって、あるいは障害者のことであって、はい、あるいは外国人であって、うん、まあ、いろいろダイバーシティなことであって、でもどうやってこれを変えるかということによって、うん、これは霞が関、うん、経済産業省の命令ということではありません、うん、これは社長のパッション、社長はこれは意味があるよということに対して、だからやらないといけないということは、そうしないと何も変わらないわけなんですよ、うん、なんで日本は変わらないんですか、これだけ言われてる。変わる、変わる、変わりますか。変わる、変わる。これはね、だってやっぱりまだ原点に戻るとですね、うん、人手不足であると、うん、今人手不足であると、やっぱりあのその会社を儲かるの一番大切な資源、人材、はい、お亡くなりになって少なくなって、だからやっぱり変えないといけないということにあるわけなんですよ、うん、じゃあ生きるか死ぬかということで、ある種強制的にきっと変わっていくと、そう。だから僕の目から見てね、やっぱり一番心配しているところはチャット GPT、
はあ、よくその議論があるでしょ。あ、何でもチャット GPT でやってくれる、はい、これは大きな間違いなんですよ。だって言葉のこともそうなんですよ。あ、チャット GPT があるから通訳もうまくできるから、いいだから英語は勉強しなくていいよ。これは大ダメなんですよ。大ダメ、大ダメですよ。ダメだけじゃなくて大ダメ。コミュニケーションはコミュニケーションだよ。別に言葉のことだけではなくて、ボディーランゲージ、だって語感だよ、人間なんですよ、ね、見ると聞く、いろいろあって、だからそのローボットとかテクノロジーではやっぱり鎖国を守れる、それは大ダメ。あと日本固有の一つすでにある問題がチャット GPT に流れる部分として、リスクを極端に上に行けば行くほど怖がる、上の人が一番あのおどおどして、はい、末端は頑張りたい、でも上がやめろって言うっていうのは日本のいろんな問題ですよね。その体質のまま、チャット GPT が麻薬になっちゃうと、自分が責任を取りたくない人が、チャット GPT がそういったので無難ですって言うと、上の人が、はあ、まあ、じゃあいいかって言って反抗するっていうのが一番怖いですよね。なるほど。だから日本が抱えている問題に、チャット GPT をいわゆる偽の薬、偽薬、プラセボとして渡すのはちょっと危険かもね。ちょっとダイバーシティの問題に、毛利さんの指摘に戻りたいんですけど、やっぱり日本って選ばれる国にならないといけないと思うんですよね。それはいろんなジェンダーの人、女性とか LGBT とか、あるいは外国人にも、まあ、アナヤンさんみたいに優秀な人が来てほしいと。でも見ているとやっぱり受け入れ体制、観光地としてはいいんだけど働く場所としてはランキングが低いですし、今後中国とかも日本をパスして違う国に行っちゃうみたいなことはあると思うんで、どうすればこのダイバーシティを確保する。やっぱり毛利さんが言ったように、まだ不安な人多いんですよ。ダイバーシティを受け入れてしまうと社会が混乱するんじゃないかって不安を持ってる人に、ゴミをちゃんと捨てないとかそういうところから始まる。どうやったら変えられますか、その辺って。もっと日本がいろんな人材を受け入れるように。一つの提案ですけど、はい、私の周りには、まあ、その起業したいっていう日本人の友達が結構いて、はい、その中人たちをタッチポイントだと思ってて、その人たちの周りがもうどん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 もう外国人集めて、はい、なんかこう田舎をもっともっとなんか人を集まってもらって、もう新しい、まあ、なんか一緒に働いたりとか、はい、もう現地の人と喋ったりとか、そういう環境にしようよとか、他のアイディアいっぱいあって、そういうタッチポイントからもっともっと外国人が増えて、まあ、そういうなんかいろんなタッチポイントからこれできますよっていうのを出すのが大事ですけど、まあ、やっぱり一方ですごい一番なんか難しいネックになってることはやっぱり給料ですよね。だからそこをまあどうにか、まあ他のメリットがないとやっぱり難しいんですけど、私全体的にこう考えた時に思ったのは、QOL は今人生で一番高いんですよ。クオリティオブライフ、あの安全だし、夜もう一人で歩いてもいいし、別にお金はそんなになくても買えるものはまだ増えちゃって、逆にこういう体験ができるとか、そういう、まあ、観光地だけじゃなくて、日本を絶対に観光地だけだと思いたくなくて、なんかこういうもう生活ができる、いろんな人と会える、人脈も増える、そういうプラスもいっぱいあると思います、ね、そこでちょっと引きつけるみたいな。どうですか、イエスパーさん。まあ、やっぱりキャリアパスのことですね。どうしてもですね、やっぱりあのここにあの来ると、日本のぬる湯だけではなくて、もうちゃんとしたあのキャリアパスであるわけなんですよですね。やるべきかっていうことに対してはですね、トップですね、あの会社の外部取締役とかなんかでやって、これは外国人が一人か二人が入れれば、そしてその外国人がちゃんと地回り、いや、ちゃんとその会社の中には回ったりとかなんかすると、そうするとやっぱり環境が変わるわけなんですけどですね、僕はよく言うんですけど、レイジーエグゼクティブ、だからその理事が非常にレイジーじゃないですか。僕は偉い、僕はファーストクラスで、僕は車でやって、ちょっとこれは不十分なんですけれどもですね、やっぱりどうしても若い20年代30年代のティーンに対しては顔を見せて、よしティーンであのチャンスをあげるよということに対して、やっぱり見せないといけないわけなんですけれどもですね、繰り返しますけど、外国人の目から見てですね、本当にその縦社会とすごいペーペーなことであってですね、やっぱりもういろいろレベルがあって、課長があって、部長があって、そして真ん中にはいろいろあって、そして階段なんですよ。その階段を潰れないといけないということであると、これは実はトップしかできないわけなんですよ。
トップはちゃんとですね、そういうようなよしあなたもチャンスあるよっていうことに対して、うんうんうん、そういう例を作ってあげれば、はい、やっぱりなんとか成果的になると。なるほど。いや本当にアメリカの若者も本当にそんな感じなんですけど、最近もう会社がやってることよりも本当に社内の雰囲気カルチャーがどうなってるかがすごい大事になってきて、自分もすごいその社長が何を言ってるのかとかどういう価値観を持ってるのか、この人の下で働きたいのかっていう、まあ階段のなんかあの文化ももう嫌だって言ってる Z 世代の人も本当に散々増えてきて、まあだから副業とかそこら辺も人気になってるんですけど、まあそういうのを考えて、じゃあ日本の CEO もどんどん英語で発信した方がいいと思いますか。うん、あでもいいじゃないですか。でもやっぱりそのメッセージというかやりたいことが明確であって、ることが一番だと思ってて、英語っていうよりかはやっぱりもう海外の人は次誰が来るんだろうっていう、なんかもう常にいろんな国のすごい人たちを見てるから、日本もすごい国だっていう印象がついてるから、そこであこの人がやってることって本当にすごいってこう認めてもらえると、正直そこが一番目立つんじゃないかなって思います。これは面白い。やっぱり英語でやるか、はい、ドイツ語でやるか日本語でやるか関係へん、はい、関係ません。関係ない。うん、キーポイントは内容、何言ってるの。だからそういうような素晴らしいことであると、だって日本は大好きな外国の、若い人たちはやっぱり山ほどいらっしゃるんですよ。ところはアメリカもそうし、特にアジアではもう日本はアンビリーバブルということをみんな考えているわけなんですけど、でもじゃあこの会社でチャンスをやってくれるかっていうことに対しては、そういうようなメッセージをやっぱり出さないといけないということであって、そして形だけではない、あのもううちは外国の労働者は大好きであるとではない、来いチャンスあるよっていうことで、なんかデジタルノマドワーカーのビザを増やしましょうという声は日本政府の中でも、あと経済界でもまあ上がっていると、はい、そしてこれをちょっと想像してみたんです、うん、じゃあ例えば特例で特にそういう若い世代 の IT で、うん、そして自分の母国でどれぐらいの年収があったかとか資格でフィルターをかけても、それで日本に住めると9年間住んでください。最初の1年はどんなに稼いでも所得税はありません。あなるほど。とか、うんうん、ダーンってやった場合、はい、いやすごいアイランドが日本にできる可能性はあるなと思いました。確かにどんどん来ます ね、うん、でそれがまた大学生なんかでおいおい日本楽しいぞって言って、うん、バックパックのつもりで行ったら3年間っていう風にコミュニティができちゃうと思うんですよ。でその先をちょっと想像したんです。 はい、その変わっていくネオ東京みたいになっちゃった。ネオ東京2030年とか何が起きるかっていうとね、結構ね格差社会強まるなって思った。つまり才能がある人がちゃんとインセンティブをもらって会社からも社会からもちゃんと報酬もらえる、これそういう意味ではフェアです、はい、ところが日本が昭和の時代から慣れてきたのは結果を平等にすることなんですよ。そうするとその仕組みに精神が順応している人は急に頑張れなくなって、だって僕よりすごい外国人が3カ国語を喋ってもっと職場ですごいしもう頑張れないよっていう人たちもメンタルやられちゃう人増えると思うのね。そうですね。いやそのちょっと想像上なんですけど、結構日本人の頑張るというこの頑張り方のエンジンがそれをリトゥーリングって言って、なんていうの、チューニングし直せる人とそれができないその他の人たちに日本社会が分離しちゃうかも。まあネオ東京ができて優秀な外国人から来てくれたとしても、だからそれは生産性も高いしみんなハッピーだし、はい、レストランの数も何百個も何百種類も楽しい、美味しいもできますよね、成功すればね。だけど分離が起きて、今までの日本の強みはみんな我慢するけどみんな真ん中に寄せるっていうそういう約束で日本人は頑張ってきたから、その約束その神話を変える必要がある。 あとそのネオ東京で日本語しかできない日本人はちょっと仕事がなくなっちゃいますよね。下働き、そうなっちゃいますよね。グローバルエリートだから、変な話、さっきねアイビーリーグをダイヤモンドさんが排除したって言ったじゃないですか。ところがその隙間に何ができるかというと、グローバルな本当の才能のあるアイビーリーグではないけどグローバルな天才たち、グーグルな天才たちが日本の会社の上層部ドドドドドドドってインターナショナル化して、英語わかりませんという人たちは課長止まり、なるほど、とかいう社会も訪れるかも。分かりました、はい。まあ、本当個人プレーかチームプレーかという議論から始まって、どうすれば優秀な海外の人に来てもらえるかと思いきや、そのネオ東京がもしかしたら日本にとっては世知辛いかもしれないし、まあ、希望があるとすればそれを機に日本も生まれ変わるかもしれないと思うんですが、最後に本当黒船の皆さんから、まあ、この働き方という意味で提言というか最後のラストコメントをいただけたらと思います。では森さんからお願いします、はい。これはもしかしたら日本のオーディエンスで Z 世代の人たちをうなずいて、ちょっと上の年齢の人は悲しくなるかもしれない
ことを言いますけど、はい、英語でですね、あの Going がタフになったらタフがGoingっていう言い方があるんですよ。はい、Going gets tough, the tough gets going っていう言い方で、うん、あの環境が厳しくなると、あの本当に強いやつが頭角を現して本気出す、で弱いやつらは死んでいくっていう、そういう格言、ちょっとせちがらい世界ですね。アメリカンドリームっぽくもあるんだけど、僕は日本には実は隠れたタフネスを発揮できないまま、年月を重ねた人たちが相当にいるので、その人たちはこれから厳しくなる日本で逆にチャンス、なるほど、かえって輝くと、だけど、うん、あの今までのやり方で知らない、もう意識しないぐらい幸せだった人は、うん、なんか最近厳しいなって思うようになるかもしれない。なるほど、そんな気がします。ありがとうございます。アナヤさん、いかがですか？可能性が本当に溢れてる国だと思うので、そのまあ、ちょっとだけ工夫して、特に日本人はそういう寛容な部分はすごいあると思うので、すごいいろんなことを知りたい、特に今だとすごい英語勉強してる方々も多いと思うので、そこをちょっと意識してうまく工夫すれば、きっとなんかそこで、まあ、チームプレー、うん、とか個人プレーでちょっと合間ができて、まあ、ちょうどいい場所に狙っていけるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。デスパーさん、ありがとうございます。自分のカリアパスとかカリアプラン、その企画を考えてください、うん、そして過去2年間ではこれはやり直してください、うん、やっぱり今この会社には何のためにこの会社にいると、何のためにあの仕事をやってるかということに対してはちゃんと自分自身ではクリアしていただきたいわけなんですけれどもですね、そのみんな一緒にでやると、だから怖くはないということは人間だからよくわかるんですけれども、でもちょっと待ってください、本当にそのアンビション、本当にその野心があるのためにちゃんとした目標を設定しないといけないということがあるわけなんですよ。その目標は絶対目標ではありません。過去2年間は考え直してください。でも何のために朝早く会社に行くか、あるいはズームミーティングに参加するか、うん、このことについてははっきりして考えて、そしてチームメンバーとお互いに話してください。これはすごく大切なことだと思います。わかりました、ありがとうございます。本当にやっぱり皆さん日本に住んでいて仕事をしてて日本のご飯を食べて日本人と交流してるからこそすごいグッときました。ホヤを食べました、この前。ホヤ好きですか？生のホヤはすごかったです。生で食べるんですか？ちょっとお酢つけて。わかりました、ありがとうございます。ちょっとその話をまたぜひお願いしますということで、今回の黒船は、まあ、働き方をテーマにいろいろとお届けしました。はい、モーリーさん、アナヤさん、そしてジェスパーさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。田舎であるとやっぱりウーバーとかドライブシェアはやっぱり導入しないと、もう本当に高齢者社会に対してはすごいやっぱり面倒くさくなっちゃうわけなんですね。アフリカ出身の人が80回以上 80 sometimes 受験をして失敗して、やっと日本語のテストで合格してドライバーのライセンスを取れて、その時にみんなが拍手したっていう、これ美しい物語としてみんな感動してるんだけど、その手前でちょっとまずいこと起きてないって思ったんです。その人ずっと運転できてんのよ。いや、私ウーバーじゃなくてリフトに乗ったんですか、アメリカで。なんかハイタッチをされましたけどね。いや、もうそこが楽しいじゃないですか、はい、そういう前にでもたまにテスラが出た時ラッキーと思って、テスラ乗れるみたいな、今日テスラ乗れたみたいな、そういうのもありますので。